ューミックスポットレディオ。皆さんこんにちは、小熊ゆかりです。本当に寒くなりましたが、いかがお過ごしでしょうか。もう出かけるときはマフラー、手袋必須ですよね。先日私はダウンジャケットを買ったんですけど、ちょっとね早いかなって思ったんだけど、たまたま通りかかったショップの店頭でダウンジャケットをねすごい勢いで見てるお客さんがいたんですよ。人間の心理って面白いもんですね。その姿を見て、絶対にあれはお買い得なものがあるんだって思って、その瞬間私もねなんかスイッチが入っちゃったので、その人に負けじとこうダウンジャケットをね見ていたら、いいなと思った色がね、私のサイズ M サイズ最後の1着しかなくて衝動買いしてしまいました。まあでもこれで冬支度バッチリかなって感じです。さあ今回も素敵な楽曲をたくさんお届けしていきます。まずは地方で残響。保管しながらの出会い、やわい心をくすぐった隙間を埋めるように、互いの蜜だけ舐め合った。声がとても印象的です。そしてこちらはポップな男性アーティスト。あ、そんなことあったよななんて思える、さりげない日常の歌詞がとても親しみを感じます。磯山淳でノック。冗談はさっと顔だけにしてくれよな、夜中に呼び出してさ、今忙しいの、こないだ話したろとか言いながら僕も来ちゃってるけど、相談はさっと話し合ってするものでしょうに、さっきから黙り込んだまま、またアルパチーノみたいな渋い顔でさ、世界が終わったみたいだ。君がどんな答えを僕に望んでいるかなんて、地軸が逆になってもわからないよ。反対すりゃ怒るし、背中押せばこねるし、だから何にも言
そしてもう一曲、キネナウトで One Day and New Day。時間のレールの上をラッシュアワーが走る。僕はうまく呼吸ができなくて空を見てた。君に出会うまでの僕の毎日は、例えば手を伸ばせば全てはそこにあった。雨の日は傘を差して水のないプールを歩く。例えばそんな夢を見ても不思議に思わない。ある日君は僕の空から夢から飛び降りて、そんな退屈な日々に手を差し伸べてくれた。 In my life 初めて心にいくつもの瞳があるのを知った。湖のほとりにある白い小さなミュージアム。君に連れられて何度も足を運んだ。四角い壁にかけられたいくつもの絵画。音もなく夢でもなく確かに生き続けている。In my life 初めて心に永遠の愛があるのを知った。 In my life 君との出会いが僕の空に虹をかけた。目を閉じてこのサウンドに触れてみてください。大きな森の中にいるようなそんな気持ちになります。菅井絵里で森の精。Thank you.
いつもながらの圧倒的な声のパワーですけれども、癒されるというより何か自然のとてつもないエネルギーを感じます。そしてもう一曲、アデ、Call Me。ゆかりんのこんなテーマで選んでみました。秋といえば紅葉の季節、そうだ京都に行こうと言いたいところですが、まああまり時間もなく箱根日帰り小旅行に行ってまいりました。まあちょっとね、今回は温泉は諦めて自然に触れる旅という感じだったんですが、小田急のロマンスカーに乗ってびっくりしたのは、ほとんど外国人の方ばっかりだったんですよね。いつの間にこんなに国際色豊かな場所になったのって思ったんですけど、まず元箱根に行って箱根神社でお参りをしました。運気アップアップ、おみくじも大吉だったし、で参道を降りていくと芦ノ湖の湖畔に出るんですけど、そこにもう鳥居があってね、もうジャケット撮影にこれぴったりじゃないのっていうね、素晴らしい景色でした。でその後に海賊船に乗ったんですけど、これがまた絶景で、すごくお天気が良かったので、もう芦ノ湖がねキラキラとした青で、空の青と紅葉が始まっている山のね緑とか黄色とか赤のコントラストが本当に素晴らしくて、まあ、これで富士山が見えたらもうバッチリだったんですけど、ちょっとね富士山はね霞んでてね。でその後ロープウェイに乗ったんですけど、なんとロープウェイってギネスに登録されたんだそうですね。18人乗りってギネスだそうですよ。あ、ロープウェイも頑張ってるのねって思ったんですけど、
で大涌谷に行きました。あの硫黄の匂い、もうあの匂いを嗅ぐと、あ、箱根に来たなっていう気持ちになるんですけど、あとはもうここに来たらやっぱりお決まりの真っ黒い温泉卵を食べなくちゃね。5個でしか売ってもらえなくてインパクトは真っ黒ですごいのに、食べたら普通のゆで卵でも毎回来るたびに食べちゃいます。もうそんなこんなでね、夕方になってきて箱根湯本に戻ってお土産を買って帰ったんですけど、都心からね少し足を伸ばしただけでこんなに自然に触れられる場所がそういえばあったんだなぁなんてね、なんかとてもリフレッシュできたいい時間でした。今度はゆっくり泊まって温泉に入りたいな。といったわけで今回は旅がテーマ、まずこの曲からお送りしましょう。ピアフューチャリング箱庭で旅人。明日の朝が来る頃には忘れるかな、このにぎやかな街で今も迷い続けてる、でも帰り道は選べない、さよならだけが人生だ、行くあてのないこの旅路よ、あなたとの約束果たせぬままここまで来て、この花やかな街はいっそかすんで、旅はその時の自分の置かれてる状況とか気持ちで景色の見え方もまた変わってきますよね。それではもう一曲、女性二人のアコースティックユニット、ユーミともみで旅立ち。バスに揺られるこの道も窓から見えるこの景色も長くて急なこの坂も大きく真っ赤な夕焼けも最後が来ることは分かってるけど、
ニューミックスポートレディオいかがでしたか。この番組では皆さんからのコメントをお待ちしています。ニューミックスのツイッターからまたは私のホームページからメール、ツイッター、フェイスブック、どちらからでも OK です。コメントお待ちしています。ここで私のライブのご案内を2つ。12月の10日火曜日、渋谷のウエステッドタイムでピアノの弾き語りライブを行います。そして12月の15日日曜日、スクランブルという私が企画しているライブイベントボリューム10、こちらも渋谷のウエステッドタイムで行いますので、ぜひ詳細ホームページでご覧になって遊びに来てくださいね。最後に東京カモンセンスの時計の針は僕のものを聞きながら今回はお別れです。風が流行ってきているのであったかくしてお過ごしください。お相手は小熊ゆかりでした。それではまた、バイバイ。悲しくて目が覚めた、大人になったつもりだ。ミュミックスポットレディオ。